今このねこの後ろのところ緑がめっちゃ綺麗い場所で撮ってたんですけど、ちょっとね蚊がねもう10月なんですけどめっちゃ多くて、ちょっとモデルさんの負担にもなっちゃうのでパッパッとだけ撮ってもうここは去りたいと思います。あそこで撮ったのとここで撮ったんですけど、ちょっと撮ってた感じを、動画撮りたかったんですけど、まだ後ほどどんな感じの写真かっていうところでお見せできればと思います。まで移動します。ありがとうございます。移動します。はい。どうも、スッキーです。今回の動画はですね、昨年の10月の上旬に、公園でのポートレート撮影をした際に、記録的なものとして撮影していたものになるのですが、ちょうどこれからのシーズンに合ったものになると思いますので、動画にしてみました。時期的には10月のものにはなるのですが、この写真の通り後ろの緑もまだまだ、綺麗な色をしておりまして、これからの時期はですね、暑さも和らいでくると思いますので、こういった木々の緑を生かした撮影にはぴったしなシーズンだと思います。ただですね、動画の冒頭にもあったのですが、本当にこれ10月なんですがまだまだ蚊が多くてですね、ここでの撮影風景を動画で収めておきたかったのですが撮影できておりません。なので、今回の動画はまた撮影の雰囲気どういったものなのかっていうところをお楽しみいただければと思います。はい、それでは最後までご視聴ください。これが明るさが綺麗かったね。こっちやったら真っ暗になっちゃう。それでちょっと似てる風にしておいてもらっていいですか。気をつけてください。違う、こっちこっちじゃないです。こっちよ。で、僕勝手に喋っておきます。めっちゃいい天気。すごいな、ね、これ。はい、1時間半ぐらい、1時間半ぐらいかな、ちょっと撮影をしまして、今、こうやって動画でユナさんって言っていいんですか。大丈夫です。ユナです。はい、今、ユナさんに、タブレットで写真をちょっと確認してもらってます。はい。でもやっぱ今日めっちゃこんな青空なので、暑くて避難してきまして、ちょっと休憩中です。めっちゃいいやそれ。はい、かわいいです。いい感じ。ここめっちゃいいです。そう、その花の感じ良かったな。お花素敵。うん、これいいな、はい、もうなんやったら裸足どっと欲しいぐらい。裸足で走りたいです。そうそうそう、こういうこの道を。はい、ということで、まだでもまだまだ日は今4時ぐらいなんですけど、多分5時過ぎぐらいまで日はあると思うので、もうちょっとだけ休憩したらあともう少し撮影を楽しみたいと思います。はい、じゃあまた後ほど。映ってる。今日はね、この午前中ここで、家族写真の申請を出してて、その続きで撮影をしてるんですけど、このモデル撮影自体は、特に申請のやり取りもしてないので、大丈夫だと思うんですけど、一応申請は引き続き今日1日出してますので、こんな感じでライトスタンドを立てながらの撮影をしています。やっぱりこれだけ晴れてるので、もう10月の2日2日かな、10月の2日ですけど、めっちゃ暑いです。もう汗だくで撮影してます。この辺りも来てます。
これはやばい、夕立ちが来るんだ今ね。これがね、太陽がちょうど陰ったんですけど、後ろにこうピカッと光ってる写真がなんとか撮れました。ちょっと焦ってたので動画は撮れなかったんですけど、いい感じに撮れたと思います。やばいやば、雨めっちゃ降ってきた。そんな、まあでもこの感じはすぐやりますよ、多分。多分ね、やまなかったすいません、はい、って感じでいい感じのこの夕日の感じが撮れたので OK でした。はい、いや焦りました。めっちゃ綺麗。いやー焦りました。めっちゃ大空なったよ。ちょっとね、雨宿りしてても暗くなっちゃってもあれなので、モデルさん傘持ってはったので、途中でお別れをして、今ようやく雨が上がりました。まあ、完全に通り雨ですね。めっちゃ綺麗な感じです。今日はね、夏 の、 あのツイートさせてもらう時にお声掛けさせていただいた、モデルさんと撮影をしてました。実は、午前中に家族記念撮影をしていて、その続きでモデルさんに来ていただいてここで撮影をしてた感じでして、ずっと今夕方の5時ぐらいなんですけど公園にいました。なかなか今日はいい撮影日和でしたね。明日は稲荷神社というところで千穂さんの記念撮影ですね。本当に10月入ってくるともう週7日ぐらいの以上かな、週7以上での撮影になっているので、ちょっとドタバタしながら撮影になると思うんですけど、またあの七五三シーズンの、撮影とかも記録程度に撮れればなんですけど、七五三シーズンの撮影もできればやっていきたいと思います。はい、ということで、10月2日のセッキーでした。バイバイ。